愛知第3区国政改革委員杉本純子と申します。今この日本あまりにもしがらみや利権だらけだと思いませんか。金だけ自分だけ今だけ、そんな政治では本当に私たち日本人のために、この日本の未来のために正しい政治ができるとはとても思えません。私たち日本人が、日本人である私たち大人が子供たちの未来や日本の将来を考えなければ、誰もこの日本良くすること、変わることできないんです。子供たちを守るために、子供たちの将来のために、私たち大人がきちんと声を上げ行動しなければ何も変わりません。今の選挙に行かない、政治に無関心な人たち、あまりにも多すぎると思うんです。なぜ選挙に行かなくなってしまったのか。何も変わらない、入れたい党がない、どの選挙に行っても誰が当選しても何も変わらなかったこの何十年間、そのせいで私たち国民は諦めモードになってしまった。しかし私たち一人一人が、正しいことは正しい、おかしいことはおかしいときちんと声を上げなければ本当に何も変わらないままなんです。ぜひ一人一人がきちんと政治に向き合い、そして選挙に行き、自分の一票の重みを信じ、私たち参政党とともに一緒にこの国を変えていきませんか。ありがとうございます。この国を守れるのは私たち日本人だけなんです。どうか参政党、参政党よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。国政改革委員杉本純子でございました。ご清聴ありがとうございました。続きまして3番目は愛知5区国政改革委員近田茜でございます。担当エリアは名古屋市中村区、中沢区、清津市でございます。近田さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。参政党愛知第5区国政改革委員近田茜と申します。私はもともと名古屋市の小学校教諭として勤務しておりました。今は名古屋で会えると健康になる人、そして自分で独立し授業をしています。31歳の私がなぜ今そのような活動をしていただいているか、今朝なんですけれども友人の訃報が入りました。私と変わらない、同年代の男性の方なんですけど、何が原因かは分かりません。でもそして後悔を、もっと私がもっと活動できていたらとか行動していたらと思うと、今日はすごくそんな気持ちになった一日でした。そんな人をもう増やしたくないと思っています。参政党の活動を通して健康な人をもっと増やしていきたい、そんな思いで、私は今ここに立っています。参政党員の皆さんと心強い皆さんと、この日本を良いものとしていきたいと思っております。参政党愛国国政改革委員近田茜でした。ありがとうございました。それではラストは愛知9区国政改革委員村井貴弘でございます。担当エリアは津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、海士市、大春町、蟹江町、飛島村でございます。それでは村井さん、よろしくお願いいたします。参政党愛知県第9区国政
政改革員、拳で世界を変えるプロボクサー村井貴弘です。僕は現在プロボクサーとして活動していますが、一度引退しています。レールに引かれた人生でもありません。母親は生活保護です。僕の周りは日雇いの仕事だったり時給の仕事だったり、一回社会適合をしている人とか、そういう方はすごい少ないというか、皆さん僕の周りは本当にレールに引かれた人たちではないんですけど、僕は母親も生活保護で、まあ、どっちかというと今はというか、そういう環境で育ってきたと思います。小学校もまともに行ってません。中学校はどっちかというと悪さばかりしてました。ただそんな僕は自分が嫌で、自分を変えたくて、中学3年生の時プロボクサーボクシングを始めました。17歳でプロボクサーになって、人に応援される喜び、人に必要とされる喜び、そういったものを初めて知って、僕は人生を変えることができました。そこから本当に自分自身で考え行動して、小さい成功体験を積んで、自信がついて、どん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 自分のステージを上げていってます。今もずっとそうです。僕は世の中を根本から変えたい、ずっとそんな思いでここのステージに立ってます。これからもそうです。僕はどっちかというと参政党の人たちもそうだと思うんですけど、結構正直者の人が僕はすごい多いと思ってます。言いたいことは言うし、やりたいことはやる。でもただ今の世の中っていうのは、その正直者が報われる世界ではありません。僕はやっぱ正直者がもっともっと報われないといけない世界にしないといけないと思ってます。それをできるのは参政党だし、この僕村井貴弘です。皆さんで声を上げていきましょう。皆さんで一緒に戦っていきましょう。皆さんで手を取り合っていきましょう。皆さんで一緒に、この世界を、この日本を、この愛知の地から変えていければといいと思います。国政改革員第9区村井貴弘でした。ありがとうございました。皆様ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。愛知国政改革委員の4名の演説でございました。ここで皆様にご案内を申し上げます。大変恐れ入りますが、展示ブロックの上に立ち止まったり、物を置いたりしないようにご協力をお願いいたします。